You win.
You can't.
Go!
Japan. Round one, fight! Oh, you can!
ないといけないからね。そう。そこはやっぱちょっと。俺失礼しました。あ、入ってない。よし。あ、デンさん。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。2018年12月14日。第104回四季の細道の日ではありますが、デンさんですね。はい、ありがとうございます。4、5、6、7、9、はい、参加者がなんと9人と、今日はまだエントリーが9人となっておりますのですいません。そうですね。あ、大さん抜けた。8人となっております。とりあえず四季の細道をする前にですね、軽く肩慣らしということで 4on4 を開こうかと思います。 4on4 ルールは、セルゼブさん、ルールは特には先方だけ決める。で、キャラは告知キャラですよね。1人2キャラ、時報以降は、かぶせで構わないと。でも先あれですよね、申請してある、ん、申告してあるキャラ 2キャラの中でかぶせだから、申告してないのにいきなりダルシムとかかぶしてきたらダメなんですよっていうルールです。だから、これですね、チームリーダーとして一応ハクさんとウネさんでやってもらおうかと思ってるんですよ。この8人を取り合ってもらいたいですね、うん、力量的にはね、皆さん申し分ない感じですけど、いや、だからハックさんチームとウネさんチームで、あ、友野さんがだす、お、増えちゃってるんで、ちょっと待ってね。というところで考えてましたが、人数が増えて9人になってしまったため、3オンですよね。3オン3チームですね。やるなら3チーム、9人だと3オン3チーム、それの方が時間短いですよね。そうですね。いや、でもトッキーさんの方が実力若干上じゃないですか。いやいや、そんなことない、そんなことないぞと。じゃあ3人のガイル使いで取り合っていただいて、あ、ガイル使える方々、もともとね、皆さんガイル使える。じゃあ、ウネさん、ハクさん、トッキーさん、じゃんけんをしていただいて、ちょっと待ってくださいね。友田さんからキャラを告知いただいて、これルール的には、基本的には1人目が、まあ、自分だった場合は一番強いキャラを取ります。あ、強いプレイヤーを取りますと。で、2番目の人は同じぐらいの強さの人、3番目の人は同じぐらいの、まあ、東西戦と同じなんですけど、取らないとチーム的にあれになっちゃいます。おっと、最強最強か。あ、どうします、キャラは。あ、そういうことね。3と4、なるほどなるほど。そうすると分かれないですね、なかなか。トッキーさんが一番最初に勝ってる。じゃんけんは終わってます。
ちょっとちょっとわ、うん、そう、わかんないから様子見てみますとかね、あるかもしれない。プレイヤーとキャラ、申告キャラを確認してください。そこから選んでいく形で。はい、じゃあチーム取り合って決まりました。ウネチーム、セロテープさん、エクスパーさん、ウネさんと、ハクチーム、ハクさん、トマダさん、ハテンゴさんと、で、トッキーさんチーム、トッキーさん、デンさん、ほぼ山本と、これ9人ですね。で、キャラは、ニケラ。そこにもキャラ書くんですね。なるほど。はい、スリオンで、どことどこが当たる的なやつはどうしましょうかね。グッパー、3人でグッパー、チームで。そういう掛け声なんですね。そういう掛け声だっすね。はい、じゃあウネさんチームが S バイソン、ガイル、X ガイル、バルログ、ザンギ、リュウリュウと、でハクさんチームがケン、キャミン、チュンリー、ベガ、リュウリュウと、でトッキーさんチームがガイル、DJ、あー、ベガ、バイソン、リュウ、チュンリーと。もう一度言いますね。ウネさんチーム、ウネさんが S バイソンとガイル、セルテフさんがバルログとザンギ、エクスパさんがリュウリュウと、で第1試合はハクさんチームとトッキーさんチームで、ハクさん、ケン、キャミ、トモさん、チュンリー、ベガ、ハテゴさん、リュウリュウと、で、トッキーさんはトッキーさんチーム、トッキーさんガイル、DJ で、デンさん、ベガ、バイソンで、ほぼ山とリュウ、チュンリーとなります。あれ今日マイクする人がいないっぽいんでちょっと離れます。あ、抜けてるチームで
じゃあすいません、はい、ちょっと離れます。こんばんは、ウネガエルです。まあ急遽決まりました、343。あ、343じゃなくてなんだろう。ややこしいんですけど、あの1人2キャラ制の1人2キャラ持ちの343ですね。でチームが、ウネ S バイソン、ウネが、あ、ウネのチームが S バイソンウネのチームが、ウネ S バイソンとウネガエルで、セロテープバルログとセロテープザンギ、エクスパーリュウと、まあ、リュウですね。で白チームが、白 X ケン、白キャミーとトモザチュンリーとトモザベガと破天荒リュウリュウですね。でトッキーさんのチームがトッキーガエルと、DJ と、デンさんのベガとガエルとほぼ山本さんのリュウとチュンリーですね。というですね、まあ人数少ないんで、あ、じゃあそうそう試合が始まるそうです。はい、ほぼ山本チュンリー VS 破天荒さんの竜。さあ、1試合目はハクスチームと、トッキーチームですね。じゃあ行ってみましょう。よろしくお願いします。行ってみましょう。さあ、山本さんはチュンリーで、破天荒さんのリュウ、よろしくお願いします。さあ、まず1戦目、の試合では、なんか破天荒さんの方が勝率がいいと山本さん言っておりましたが、大会では、ね、何が起こるかわからない。そうですね、魔物が住んでいるアセロテープです。こんばんは。あ、こんばんは。そうですよ、大会の魔物っていうのはやっぱスト2にはかなりありますからね。いますから。さあ、うまい具合でシャガチュー当てて竜巻で追っかけていく。さあ、弾の打ち合い、うわー、中小流中小流めんどくさいところはここまで来ても、はい、とりあえずまあ最後、戦列が当たれば俺の助だろう的な。確かにそうですね。で、まあ試合的に結構弾が多いのでワンある。さあ、飛んで投げる、真空が刺さって KO。 今のさらにチュンリーがずうずうしいのは、今はもしかしたら投げて死ぬんじゃないかぐらいのつもり投げたんですか。そうですね、いやでも普通に通常技で重ねていって投げても良かったと思うんですけど、足が出てしまいました。よくは出てしまいました。さあ、球の打ち合いからあっという間にチュンリーが画面端に。ファイヤーハード、ファイヤーハード、かなりプレッシャーがすごい。さあ、駆け下りて、しかし投げられて、さあ、うろうろしているが試合が進まないですね、なかなか。今日気づいたんですけど、僕、はい、多分それ、まあ、確認してないんですけど、投げて受け身取られると点数入んないっぽいんですよ。え、そうなんですか。多分点数これは全国のハイスコアボーイガールたちに耳寄りな情報なので、スト2 X で点数稼いでる人っているんですかね。あ、いますね。あ、いるんすか。ピクシブの無限さんとかは。あ、そうなんですか。かなり点数稼いでます。ハイスコア、ハイスコアラーなんですか。まあ、あれですね。おー、さあ、まあ、時間切れで、はい、じっくり一体山本チュンリー1本取り返す。1本取り返しました。このゲームはなんだかんだで体力ゲーですか。そうですね。ゼロになった時に多い方が勝つ。さあ、弾が届かないが、選手。さあ、画面端、うろ、なんかお互い冷静に周りを探り合ってる感じがあって、いいですね。ですね、なんかじっくりゲーが、おっと、じっくりって見せかけて大胆に行ってみる。さあ、飛びが通るが、リバーサル昇竜拳で切られて焼かれる。重ねようとしたけど、ちょっと戦列があったのでやめてみたみたいな。そうですね。さあ、戦列ぶっ放してしまったが、まあ、まだまだある、この体力差。ラウンドは、さあ、やばい、さっきも見た、さっきも見た、さっきの後に重ねちゃう。さっきも見た、さっきも見ました。これ勝ったのは破天荒さんの竜。さあ、山本選手欲が出てしまいました。重ね、
そうですね、さっきも重ねに真空波動拳をね食らってしまいました。これは手痛い。ちょっと手癖っぽかったですね。そうですね、ただ受け身の後ピヨリやすいんだ。あれ重なってればピヨリもあるみたいだ。あーまあまあまあ、そうですよ。あんなのはちょっと欲が出てしまったといった感じ、ね。さあ続きまして、さあこれあれですよ、はい、普段ルールと一緒でスタートボタン押した方がいいですよ。押した方がいいですよ。スタートボタン押して、スタートボタン押して、はい。あ、はい、じゃあ続きまして、デンさんのベガ。これ今分かったことなんですが、はい、このルールで遊んでるとエントリー費で賄いきれない可能性があるので、あ、最悪ちょっと多めに遊ぶんで。確かに最悪途中でカンパを要請することクレジット代が足りない説もあります。あります。あの筐体からはみ出てる謎のボタンを押せばなんとかなるんですけど、店員さんが見てるのでそれは見ますよ。 そうですね、そのために言いますもんね、店員さんね。それは見られますよ。さあダブル2、さあ裏回って、さあ空中からさ落とされて、台足で勝っている、投げる、中ボスは割られてしまった。でもあれですね、ここのところ、はい、起き上がりに重ねたところにスパコンパターンがちょっと、あーなんかそうです ね、これ起き上がりやっぱりちょっとビビった方がいいですかね。いやそうですね、と言ってる間に瞬殺コンボ決まってしまう。慎重になったところ、最後投げで、はい、さあデンさんのベガが取りまして、さあここで現れたのがトモンザ・チュンリーですね。これはいきなりですね。あ、イスラエル・チュンリーですね。なるほど。さあイスラエル・チュンリーはまだ関東にいる。はい、関東にいます。あのパレスチナは関西にいますね。なんか向こうでもなんか楽しくやってる風で、楽しくやってる、そうです、なんかいそうです、ね、来てるかって感じで、ね、あっと、めぐりホバー、めぐりホバーからは足がいい感じに刺さるが空中戦強すぎて、今4での上り中盤だったんですが当たる、あの中継やばいやばい、これがやばい動き、出させてチュンリーの、チュンリーはもうあれですね、ベガの嫌がること知ってますよ的な動きで、そりゃそうですよっていうね、はい、さあ中継から投げ、これが刺さるんだよ。さあこれね、やばいやつ。さあこっからベガなんとか勢いを取り戻していきたいところ、いい感じで離して球を避けて、お互いぴょんぴょん飛んでみる。さあこれ難しいな。いやー本当にベガどうするのみたいな。上り蹴り背中投げ、はい、げ地獄、チュンリーの出す技全部当たってますね。イスラエルチュンリー強すぎる。さあこれを残りのカードでどう潰すか。はい、そうですね、ガイル DJ バイソン竜、ガイル DJ バイソン竜、ガイル DJ バイソン竜ならガイルじゃないですか。バリエーションもあるし、ガイルさん、トッキーさんとガイルが、チュンリーならガイル、この中だとガイルが一番、ガイルか竜がやりやすいかなみたいな感じはしますね。さあここで現れたのがトッキーさんのガイル。お、これウネさんの解説で6シャリ、キャラ的にはそこそこいけるんですが、あのチュンリー戦を知ってるかどうか。まあでもあのガイルは、まあ、全キャラ大体同じ強み。なるほど、はい、大体パス強み、たくさん打つ、はい、たくさん打つ、これはもう全キャラ強み。問題は相手が飛んだ時に落とす技がそれぞれ違う的な。そうですね、前によってそのトルネーディだったり、あの立ち中足だったりするんですけど、あの初心者はもうとりあえずあのリフトアッパーで大丈夫です。相打ち取れればラッキー。うまい、うますぎてダーッ、コワコワ様決めたがやや高すぎてしまった。次も入ったらピオリまであったんで、ありましたね。さあやりとだが、今というかちょっと希望が残る感じですかね。しかしあの技僕できないんで。できないですか。僕はコワコワ様できない、できないですよ、そんなの。マジですか。あんな難しいのできないですよ。僕のガイルはあんま難しいのできないんで。コワコワ2バズーカなら、コワコワ2バズーカならまあまあできるからね、頑張れば。いや難しすぎる
んですよ、コアコアが。そうですね、全然繋がらないんで。あ、電キャンじゃないっぽいですね。電キャン、電キャンじゃないですか。目押し、目押しです。目押しさあ、空中落とされて、これは外流きつい。あー、ラッキー。止まるけどっていうことですね。あー、もうガードもできない。あー、くそー。勝ったのは友座さんのチュンリで、ちょっと止められるのか。これ残るのは竜と DJ。 あ、ワンチャンバイソンがごちゃらせ的な。あ、バイソン。あ、さあ、破天荒、違う、さんの X 竜ですね。さあ、山本さん、竜も純竜も使うんで。はい、まあ、使うんで、大体手の内は分かっているとは思いますが、弾を踏まされてしまう。出る勝利権出るか。果敢にめぐり竜巻投げて、あとですね、うわミラクル昇竜拳。これが大会の魔物か。さあ、これで、あ、今の、あ、今のありましたけど、まあまあ様子見というか。さあ、エクスパーアッパーが炸裂する。OK、 安定行動ですね。安牌です。私はあれは老竜拳って言った。え、老竜拳って言った。老竜拳、はい。なんで老竜拳。スト通会で一番年寄りだった設楽さんという方がですね、はい、昇竜拳が出ないんであれで耐久してた。老竜拳って老いた竜が出す老竜拳、はい、無敵ゼロフレっていう。あ、無敵ゼロフレ老竜拳、最強の技ですね。さあ、ファイヤー波動いい感じ。しかし置いてありますね。今のいやらしい。そして今中足重ねていきましたね。この真空で出ると先ほどのパターンだったんです。あ、そうですね。重ねに真空波動拳ですね。まあ、山本さんも結構重ねに真空、結構やってくるんで、はい、このスタイル、この春季戦でもぜひそれを見せていただきたいところだが、さあ、いい感じに球で押していて真空溜まって、さあ、我々の実況席からは、あー、なんだこのダメージ。痛いやつ。死んじゃう。やばいか、ガードできない。あーっと、かなり、まあ、初歩的な戦術ではあるんですが、はい、結構食らうんですよね。そうですね、死ぬまでせな限り、はい、あ、やっとカードできた。投げっていうね、投げ、そう、かなり冷たい選択、ね、さあ、ここで現れたのが振り出された感じの、はい、デンバイソン、デンさんのバイソンです。そろそろ止めたい、このイスラエルチュンリー。バイソンは、バイソンチュンリーはでもね、本当にきついですよね。バイソンどうすんだっていう感じですが、まあ、あー、投げられてしまう。いやー、簡単コンボでピオル、おっと、飛行圏で止められる。あー、百裂脚で KO。 バイソン前に進めない。さあ、まあ、とにかくそうですね、動かすところからですからね。おっと、さあ、当たって、ヨルボーがいい感じで、さあ、落としている。さあ、一気に持ってった。バイソンはこのパターンだね。はい、何よりその強いタックを押し付けて連携を見せらない。さあ、バッファローがちょっと早かったか。なんとか近づきたいが、その近づいてるところにね、チュンリーの足が食い込んだりするともうかなりやばい。ナイスガード。この前はかなりバイソン側きちいが、あー、やばいやつ。お、投げられて、投げられる。当て投げのチュンリー、ちょっとやばい感じですね。これが恐ろしい。チームリーダーに全てが託されました。はい、残るは DJ。 そうですね、トッキーさんの DJ、チームリーダー。これは最後そうですね、ですかね。さあ、大将、トッキーさんの DJ。 しかし、DJ チュンリーってどうですか、あんまり見たことないんですけど。やっぱりチュンリーなのかしら。まあ、チュンリーです。先ほど
先ほどチームメイトの山本さんの準リードやってた時は割と勝ってたんですが、はい、あ硬いですねさあここでかませて投げるが頭で折り返してガンガン前に出る。さあ画面端あっさり抜けられて、さあ、かすめくり、しかしリカバリーがうまい。さあ、ステルスをかして投げられる。逃げたところに足が速い、足が速い。さあ、空中が落とされるとなると本当に DJ えげつない。どうやって前に進む。おっと、さあ画面足切ったが、ここは大事にしておきたいところ、端まで持ってきて、はい、あとはさあ今投げられる。さあカーニバルからの飛びが危ない。今投げる、さあ投げーし、冷静にめくりを重ねていきましたね。投げるんだったらね、振ったとかいいですね、やっぱ戦列が、はい、さあ、大足さって投げる。これだけでもう体力が相当削れて、さあ、足技が厄介。さあ、思い切って出した、はい、さあ、しかしまあまだ見込みのある体力さ。いやー、出際に、出際の真実、心の隙間。あーチームリーダー白を出す前に、はい、トモザスさん、まあ、イスラエルチュンリーが大爆発ですね。大爆発してしまった。じゃあやっぱこの、まあ、基本負けたチーム連戦で、あ、負けたチーム連戦で、じゃあ続きまして売れチームでいきまーす。誰かマイクじゃあ失礼します。はい、マイク変わりました。次は負けチーム残りと残ってるうねチームですね。うねセロテープエクスパー VS トキーデンほぼ山本です。1P がうねチーム、 2P が今度トッキーチームですね。ウネチームに関してはSバイソン、ガイル、バルログ、ザンギ、リュウですね。でトッキーさんのチームは先ほどと同じガイル DJ、バイソン、ベガー、チュンリー、リュウです。結構キャラバランス的には、あ、セロさんがあれですね、バルログいるんで、先方に出てきたのはエクスパーさんとほぼ山本チュンリー。まず先方から荒らしていくっていうねチームの戦略ですか。あー投げる、あー対応が、あー読んでた、グッパーは読んでた。あーこれ危ないか、あー中央数打つ、結構体力的に、あーこれはリードが変わって弱タス、これがエクスパータスマキ、なかなか止めない、真空も溜まってしまう。これは厳しいか、投げる、わー中盤、あー投げた怪しい、怪しすぎる。いやー山本さん立ち順番まで良かったですけどね、怪しかったです。よくあるやつですね。これは運がいいのか、これは
船チームに運が来てるか。このトビーが真空を置かない、のらりくらりやる。あ、このシューキックが、あっと竜巻引っかかって、シューゴス真空打って避ける。また分かんないですね。ここで戦列がここからこっちのゲージが見える。あーと立ち瞬間、あー立ち瞬間、あー相打ちですね。中立立ち瞬間はすごいですね。こっちで結構いい勝負してますね。あーと勝利で、あと投げに来たところを弱小竜、翼勝利得意ですからね、エクスパス見つけて、これはあ、竜巻打っちゃう、踏みつけ、あーと戦列が入る。歩いてきたところに、これは極悪ですね。ノーノー戦列が決まって、まずは特訓さんチームが1本。まあでも戦列って実際そういう技ですからね。そしてあっ、夢はエスバイソンを置いて先にガエル、あ、ガエルに関しては結構出勤戦うまいんですよ。投げてチュンリーに投げていく、飛ばして、中足投げ返す、中返し投げる、逆にもう投げんなら投げてやるみたいな。あ、ボディアッパーが、あ、踏んづけちゃう。ゆっくりちゃんと確認して、これはちょっと困っている。中返し、相打ち欲しい、ちょっと困ってるか、前足が引っかかる。ソニック、さっきから画面端に行ってますね。あっと、これ危ない、ピオールか、あー、ピオってしまう。あの投げの後もピオリーチでしたね。おっと、ゲンを合わせてくる、めくり、わかんねえ。あー、ちょっと投げ落としたか、フルエイリーが見えて、ゲンか、あー大キック、ユニットを潰して、戦列は溜まったが、ちょっと体力的に厳しいか、あー引っかかってしまう、あーそばそば、そばそば結構分かってても当たっちゃうんですよね。続きまして、チームが1本取り返して、トッキーさんチームはトッキーさんの DJ、 ガエル DJ、 結構設定一般的にはちょっとガエル有利なんですけど、溶けちゃうと危ないですよね。おっと投げた、フライングなんとか、あ、違う、ランタンなんとかする。おーっと、早出しのジャンプ台形、あ、飛んでしまった、梅様、あ、飛んでいく、セミガエル、ちょっと時間が迫ってきていて飛んでくる。待ってた、これは温まるっすね。飛ぶと見せかけてなんか待つ、さすがやっぱガエルスカイ、弾の回転率は速いっすね。回転率が速いとちょっと DJ が苦しくなってしまう。あ、中足、あ、
あーこの飛びはいらなかったか。だがトッパンチューパンソニック中返しで美味しい中足、これは苦しいか、苦しいか。あーおっとダブルかあるか。あー危ないけど高めだったので投げられちゃいましたね。山本さんの龍ですね、こんばんは。山本さんこんばんは。こんばんは。自分が一人になってしまったので来てくれた。そうですね、すいません。いやまさかね、セルテさんの残儀行かないで。行かなかったですね。ベガ戦結構そうですね、ですね、まさかエクスパーさんの龍を先に出すとは思わなかった。腕チームの不安要素は腕バイソンでしょうね。そうですね。あっと刺さって竜巻ちゃんと見てる。出たみたいだけど、返しづらいのが竜巻。逃げて、逃げるのがあって、ガーッと投げた。そこで投げる。投げる。今のはガードしちゃいますよね。そうですね。ユーガーとしては。体力的にもやっぱ相打ちでもいいから食らうと思うとガードしちゃいますね。そうですよね。裏から。凶悪なんですよね。そうですね、ダウンしちゃうんで、笑顔、ほんと嫌で。あと、ダイヤシー中央スシンク、さっき見たぞ。あっという間にちょっとメガ側の体力がきつい。中盤で拾えない。ここから巻き返しはだいぶきつい。ホバーが下がってる。そうですよ、お願いホバーですね。そうですね。さあ、3本目やっぱり、この弱タスがムカつく。最後まで中タスだったかな。逃げました。はい、あの竜巻が、竜巻がはジャンプ中パンチで落としたいですもんね、ベガとしては。そうですね、竜巻の投げの角が。いや投げる、投げが入る。だがまだ、あー引っかかって、竜巻か。あエクスパーさんがなんかこすってるが、しかしダブルニーが刺さってる。ダブルニーが引っかかる。デンさんのベガが勝利。なんか今エクスパーさん必死になんかひさささこすってたみたいなんですけど。そうですね、出なかったですね。さあ、やっと心を決めたようだ。セロテープバルログ。セロテープバルログ。いや、セロテープバルログ。これは残機の方がいいんじゃないですかね。出した方が。いや、
出しても出さなくても変わんなくないですか。デンさんのベガを倒しておきたいっていうのもありますね。そうですね、ここは葬っておきたいところ。はい、ベガがバルログ結構あるんで。マジですか。まあ、ない、なくはないものだと思う。まあまあそうですけど、バルログもどっちも弾ないですからね。はい、あーとダブル2の2発目が。いやー、デンさんの対空がうまい。出る、あれは立ち台パンですね。危ないが、まあこの体力なら逃げれる。おっと、あいうちオッケー。セロテープさんが1本目をまさかの、これは攻撃が怪しい。大怪しい。あ、バニシングが漏れてしまう。あーっと上から行く。デンさんはあいつらに持ってるので。あ、これはハマった。ガブラリ一発。あれ、おっと、あ、珍しいが焦ってダブル2を出してしまう。いや、これも大丈夫でしたな。出川もだいぶきつい。大野心、あとカード、いろいろ考えたのか投げなかった。だいぶ大事にいきましたね、今ね。そうですね、はい、いいプレスね、相打ち結構いい勝負ですね。そうですね、カニに、あーっと当たっている。あーっとリバーサルデビリオン、これは危ないか。投げて、おっとリバーサル、ダブル2は投げれる。触れたら、あーっと、おっと出してきた、スパコン返し中断。ここで食らってしまう。これはちょっと残念、体力的に厳しいですね。そうっすね、ダブラリが引っかかれば、まあ、あるっちゃある感じですけど。あーっと、あーっとカニで引っかかる。カニチューニング、さあさあ、強キャラ2キャラ残ってますね。そうですね、なんとウネチーム隠していたのは強キャラ2キャラだが、ウネエスバイソンは聞いたことがないぞ。さあ次はウネエスバイソン、しかも相手はバイソン使い。そうですね、これはちょっとまずいんじゃないですかね。うっかりしてますよこれはさすがに。あ、でも意外となんかそれっぽい、あれです。あーっと刺さってしまう。これは投げか、投げられると直接ダメージになっちゃいますね。食うぐらい逃げしようとしましたが、一応逃げれたのかな。さあカウントに行った削り、あーと0ドット。あー、さあ最高削りこれはスパイソンがおとなしいぞ。ゲナゲナ投げる、ゲナ、さあ上から、これはデスバイソンどうしていいかわからないもの。あー、これはペットで逃げて、あー、なんか出してた、直接食らってる。最後の切り札がスロさんのバルログ、まあ、バルログなんでね。そうですね、はい、ありますよね、バルログ全立て X ですからね。X バルログ強いですからね。高度な情報戦が、KY さんからソロテープさんにコメントが来てます。スクリューハメを10回ミスるザンギが言うと聞いて。100回じゃないですか。100回、あ、100回か。
ばっかりですよね。ゼロ2つついてますよ。そんなにミスっちゃうんですか。さあ1本目デンさんのベガー取ってるが、おっとヒョウヒョウがゴロゴロ、しかし重ねている。バックジャンプ中盤下段、あーカニまで挟んで、これは痛いか。爪はしっかり取った。あーとテーラーが完全に誘われた。ダブルに読みのテーラーがスカッてしまう。デンさんのベガ勝利。勝ったのはトッキーさんチーム。さあこれどうしようどうしようどうしよう。さあ次どことどこで当たります。はい、そうっすね、そうっすね、そうね。さあ腕さんとアクションのチームで、そうっすね。さあネットボタン、T ですね、 T を押してもらって、はい。で続いてうねチーム対白チーム。はい、うねチームはエスバイソン、ガイル、セルテープ、バラログ、ザンギ、エクスパーさんがリュウリュウと、で白チームが白さんがケン・キャミー、トモさんがチュン・リーベガ、ハットヤンコさんがリュウリュウと。おっとリュウリュウが2人いる。じゃあ私1人目聞きますね。1P 側、ウネさんのエスバイソン、 2P 側、ハクさんのキャミン。 いきなりあれですね、リーダー対決ですね、これね。さあ、エスバイソン対キャミン、どっちが強いか勝負ですね。よくわからない。僕、この組み合わせ見たの多分初めてですね。さあ、キャノンスパイク。キャノンスパイクは裏から出てましたね、今ね。ガフじゃないですよ。さあ、ピヨってる。コンボ安かったが、まだまだ体力リード。しかし、相手は S とはいえど、バイソン。さあ、警戒屋さん。100% の間違いです。100% ミスってる。おっと、スパイラルの着地に、ダッシュストレートがおわーっと刺さりましたね。やはり攻撃力はバイソン、 S とはいえバイソン。さあ短波切っていく。さあ歩き投げ、最後は歩き投げ。さあ白髪勝利で、続いて続いてエクスパーさん、座ったのはエクスパーさん。さあどっちだ、ユー、ラウンド1、はい。さあユー対キャミン。フミガンが刺さった、後ろからキャノンスパイク。さあシンクを打っていくが、しっかりガード。さあ顔面ファイヤー。投げていく。さあおっとレッグスライサー。
ライブをガードする。おっと、ハードフタ。あっと、飛びからスコンボがミスってしまった。タイミングはバッチリだったが、さあ、ハッキャミちょっと次は冷静になってきたか。おっと、このアッパー、あっと、しかしコンボ食らっていた。リベンジタイム。バルログいる。おっと、再び座ったのはウネ。ガイル、ウネさんのガイル。さあ、ガイルキャミ、これ圧倒的ガイルな気がするが、サマ待っていた。めくりが入っている。着地キャノン仕込んでいた。おっと、 DBS から着地キャノン。おっと、 TBS。 おっと、ここでフーリガンめくりめくりめくられ、ハッキャミ勝利。さあ、ここで再びエクスパエクスパ流。そう言ってる間に誰か他にプレイヤーが来るかと思っていたが、今のところ増えていない。竜巻から投げ、これは強力。さあ、画面端。おっと、めくり竜巻。投げる、下から。今完全に上からを待っていたが、ちょっと怪しいコンボ、しっかりガードしていたが、ちょっと勝負で割っていく。エクスパー昇竜空達、スピンドライブが入っていた。大丈夫じゃない。なるほど、発言通り投げられてしまった。さあ、出てきたのはセロテープザンギ。あれ、バルログ先じゃないんですよ。メインディッシュはバルログ。なるほど、これ白チームまだ1人目ですよ、僕の記憶が正しければ。おっと、フーリガンは1試合1回。さあ、ガメラジ。おっと、ピヨッタ。
さあどうする。ブレンバスター、ここでブレンバスター。さあさあ3本目、おっとスクリューが決まっている。上から行ったがアナウンスパイクで切っていく。さあボディプレス覆いかぶさっていった。ここでやっとここでやっとという感じ。ここでやっとという感じ。さあセロテープ残儀勝利からのアテンコリュー USAさあ勝利権ダブラリが入る。上から寄っていない。シュゴス、さあ勝利見ている。さあ安全型やからスクリュー。まあいいですよ。押しました。負けたらおしまいですよ。負けたらおしまい。さあおお、こんな来た。見ていたから選手は見えなかった。さあまっすぐ、さあ画面端、これがチュンディの厳しいところ。ケケヤさん今見てないかったみたいですね。ちょっと今見てなかったみたいです。テープさんが KKY さんにアピールをしておりましたが、残念ながらちょっと席を外されていたようです。これは打撃戦になるとだいぶシュンディもダメージを持ってかれる。ダブラリを出してしまった。ダブラリを直接投げられてしまった。最後のキャラ、セロテープバルグ、後ろから投げる。おっと見逃さなかったセロテーキアイさん、ダブラリを投げられる残機使いがいる。素晴
晴らしいですね。おっと、なぜそこで追いかけてしまった。さあ投げられる。いいところまで行っていたが、さあスカイハイクロー、さすがに2回目は投げる。おっと減った減った。テラーが出ていない、テラーが出ていない。しかし爪がないぞ。戦列戦列食らっていた。勝利は、白チーム、エルサレムチュンリー。違う。さあ、スリオン。さあどうしましょう。今日これでとりあえず終わらせてきます。それとも1キャラで一周とか。いや1キャラ一周、あれ今日順番って決まってるんでしたっけ。じゃあ細道、今日1キャラでいきます。2キャラでいく。2キャラでいきます。